ファンク&リラックス VS 紺野ぶるま&ユーマーが出てください。ファンク&リラックスがレモンサワーズ、ユーマと紺野ぶるまがブルマとユーマ。それではこの試合のビート DJ 柳竹お願いします。立ち話好みでもマネ見た目つかみちょろべ、何でもジュースや出して好み、毎日毎日ラップしてデリエンドロフィアのとこの子も渡したもの。高校じゃんけんお願いします。あ、俺じゃんけん強いっすよ。最初はグッジャ、最初はグッ、始まらないじゃんけん。最初はグー、もういいだろう。最初はグッ、あ、わかりました、わかりました、あざす、先行でいいですか。それではこのままいきたいと思います。先行レモンサワーズ、後攻ブルマとジューマ、発祥でスリーダウン、レディーファイト。上がれ2オン2タッグトーナメント、ユアスパークのラップ超やべえと。いや、今度ブルマブスは来るな、運転するぜ車。1回戦目の相手がまあ芸人やもんな、ラッパーなんかだったら最下位ですよ。ペニペニじゃなくもっとラップテキパキやった方がいいですよ。ブスが来るな、松竹芸能の水川あさみって言われてるわこっちとら。どんなお題でもチンコで解きます。ペニ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 、調子の渋谷オイスト、俺のチンコは大きいっすよ。下ネタの下ネタの発想とスキル全部平均以下、こんな大舞台出てきてこの二人そのスキルで平気か。取れてないコミュニケーション、このラップスタイルこれでええっしょ。もういらないブルマとユーマ、下手くそラッパーは来るなと言うさ。そうでもないけどな、ボートレース場の歯のないおじさんたちもスススススススって笑かしてここまで来てるけどな。つまりはブルマに手出しもできないこの人のフェラチオ。いや、コミュニケーションジェネレーション超えてバスタベーション。こんな奴らよりしっかりラッパーとしてイン踏みまくりの俺たち二人、生粋のライバー、勝利の女神にキスしてもらいます。エロバカ使っていらねえ、ネタはマスターベーション、それ勝つためっしょ。そんなはいらねえ、北海道大阪今回の王様。いえ、大阪とかけましてチンコと解きます。その心はどちらも光の速さで駅飛ばしていくでしょう。謎かけブルマさんごめん遊ばせ、負けないぜファンとリラックス、俺のチンコマツコよりデラックス。終了。それでは判定に移りたいと思います。先攻レモンサワーズ、後攻ブルマとユーマ、勝者レモンサワーズ。